なるほど、それでこの子のお友達を探してあげてるってわけね。さすがね、グッジョブ。それでこそ我がリベリオンズの特別顧問なだけあるわ。え、それを言うなら顧問だって。そんなことどうでもいいの。私も友達探し協力するよ。我がリベリオンズのモットーはノーデジモンノーライフ。そうよ、デジタルワールドに行こうだもん。こんな可愛いデジモン放っておけないって。私は現実世界で情報を集める。君はエデンでこの子の友達について調べてね。オーケー、それじゃあ聞き込みストライク。
その懐かれてしまって。あれ？あれあれ？うきゅ？ああ、トコモンだ！キュッキュー！ロップマン！あの子を探してここに。エデンの見回りをしていたら隅で震えていたのでちょっと困ってたんです。え、見回りって何かって？実は神城は今人手不足で、私ができることどんな小さなことでもやりたくって。それと実は今リエさんのやってきたことを赤ずしん犯人が岸辺リエ、いえロードナイトモンだと、そのためにリエさんに追い出された役員たちに彼らの力を借りて、リエさんが隠蔽してきた様々な情報を世間に公表して、再び今回のエデンの早急な復旧も彼らの協力があってこそです。人数は少ないですが、優秀な方々が揃ってますから。東京は今デジモンの出現でとても混乱してます。だからこそ情報伝達の要たるエデンネットワークがしっかりしていないといけないんです。フェイも手伝ってくれています。私がリエさんを追っている間は彼女がエデンを守ってくれるはずです。探偵さん、お姉さん、ありがとう。ありがとう。父の作ったエデンが多くのものを奪ってしまいました。でも人と人をつなげ、デジモンとデジモンをつなげ、人、これからのエデンはそんな場所にしてみせます。必ず。何か進展があったら教えてください。協力を惜しむつもりはありません。ダメだった。渋谷では目撃情報ナッシング。どうしようかな。見つけたって？よかった。っていうかやるじゃんこの子の。さすが本職、プロフェッショナルぶりがプロジェクトずっとバリみたいな。よし、それじゃあ事務所で合流しよう。いやあ、ほんと見つかってよかった。ゆうこっちのところにいたんだって。お姉ちゃんも探してくれてありがとう。ありがとう。ふう、良きに計らいなのじゃ。ところで君たち、ちゃんとお家はあるの？元いた世界に帰れるの？僕たち、ちょっと前に開いたお空の大きな穴から落っこちてきたんだ。一緒に落ちてきたユーターから逃げ回ってるうちにはぐれちゃって。そっか。じゃあさ、とりあえず私んとこおいで。お姉ちゃんも？今オメガモンと一緒に行き場のないデジモンたちを保護してるんだ。仲間がいっぱいいた方が安心でしょ。オメガモンってロイヤルナイツのオメガモン？すごい！会えるの？マジ
のローン。おいで、合わせてあげるから。ねえ、この子たちは私に任せて。君は京子さんの代わりにしっかり探偵業をこなすんだぞ。京子さんが不在の間に事務所の評判をガタ落ちにしちゃったら。行くぞみんな。行け。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。続けていこう。おら。行くぞみんな。行け。
行くぞみんな。磨いてくれてよかった。
しもし。うん、私実はちょっと相談したいことがあって。悪いけど渋谷まで来てくれないかな。ね、え、元気がないって。来てくれてありがとう。まあそのあれよ、元気がないっていうか、ちょっと行き詰まりを感じちゃってるっていうか、あれ計画があれしてからデジモンと人間のトラブルが続出しててさ、その被害がどんどん大きくなってて、このままだととんでもないことになりそう。だからなん情けない話、今のリベリオンズじゃこの子たちを保護するのでいっぱいいっぱいでさ、これ以上被害が増える前にこの子たちをデジタルワールドに返してあげたかったんだけど。デジタルワールドはイーターたちに食い荒らされている。私たちの故郷はもはやどこにもないのだ。私デジモンたちを保護して元の世界に返してあげればまるっと丸く収まると思ってたんだけど、デジタルワールドがそんな状態じゃ返してあげることもできないし、このままこっちにいてもこの子たちは傷ついちゃうし、一体どうすればいいのか分かんなくなっちゃって。そしたらオメガモンがね、他のロイヤルナイツを探そうって。次元の扉が開いた時にロイヤルナイツたちはこちらの世界へと移動したはずだ。今はそれぞれに思惑があるのだろう。おのおの身を隠している。この東京かエデンのどこかに彼らを探し出し説得、人間を滅ぼそうとしている連中の説得は困難だとしても、彼らとは異なる道を模索する者、迷いのある者がロイヤルナイツの中には存在する。彼らはきっとノキアの強い思いに呼応してくれる。ロイヤルナイツに従うデジモンは多い。一体でも多く我々の側に引き入れることで人間との対話に応じるデジモンを増やすことができるのだ。そうなれば混乱も少しずつ収まっていくはずだ。というわけでロイヤルナイツたちを探そう。っていうか出番っしょ、電脳探偵さん。君ならそう言うと思ってた。よーし、なんじゃ早速ロイヤルナイツの居場所を特定するためにデジタルウェーブ的なもののあれを調べてほしいんだけど。だよね、京子さんまだ帰ってきてないんだもんね。うう、せっかく上がったテンションが。いないものは仕方がない。私が他のロイヤルナイツの気配を探ってみよう。え、気配？そんなんで居場所が分かっちゃうの？我らロイヤルナイツのエネルギーは膨大、作為的に気配を隠さない限りおおよその見当はつく。さすが！じゃあ最初からそうすればいいのに。とは言わないし思ってもいないよ。ん、すまん、ノキア。おっと、早速気配を感じたぞ。ここから一番近いのは向こうの方角って、秋葉の方？そのようだな。デュークも抜け合います。すぐに向かおう。君も向かってくれ。説得が通じなければ最悪の場合戦闘になる。君がいてくれると心強い。